はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ今回はね、あのお話になります。速報では三段ピュピュ90分後に N 県警県ピュピュと修正発表ね。この話題になります。はい、大人の事情です。させてくださいね。国民として真実を知る権利があります。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。そして真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います。はい、まず今回の件なんだけれども、速報で11時半過ぎの出来事でした。安倍元総理が何者かに襲われた、この速報でございます。はい、で、その速報はね、こうなんです。速報、安倍元総理銃撃され心肺停止、奈良で選挙活動中に散弾銃か、ということで、これがね速報で流れたわけです。で、いろんなね、あのニュースの速報で、山上容疑者がと捕まってるね。で、当然銃も映ってるわけですね。なんでまあどう見てもね、散弾銃っぽいね。まあ、これが速報で流れたわけです。そして、これね、まあ時系列でいきます。午前11時半ごろ、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の前で銃声らしい音がしたとの110番通報があったということです、ね。110番通報は銃声らしい音がしたと110番通報があったわけです。ここがキーポイントです。銃声らしい音がしたという110番通報があったわけです。ところが警護をしていた警察官、安倍氏を狙った一発目、銃声と思った警官おらず、花火のような音だったね。8月6日こういった内容が分かりましたね。110番通報している人が銃声だってね言ってもね、警官は銃声だとは思わなかった、ね。山上容疑者の手製銃の銃声はドーンという破裂音で、周囲に破片が立ち上がるなど通常の銃とは異なっていた。そうした事情はあったが、一発目の音を聞いて銃声と思った警官はいなかった。ある警備員は花火のような音だったと語ったというね。ところが大きな音はね、この爆発音にしても爆弾にしても、要は車にしてもいろんなテロがあるわけで、その銃声以外の武器はいっぱいあるわけだから、とにかく大きな音がしたら守る、これが鉄則です。銃の音でなければ守らない、そんなものはありません。これがおかしい、まずね。で、今度は11時32分、救急指令、加害事故、奈良消防86ね、出勤せよということで、ここもね、11時35分15秒、奈良消防22、内容どうぞ、奈良消防本部、こちらにおいて、高齢男性、拳銃で撃たれてね、このように高齢男性が、拳銃で撃たれ現在ってね、なってるんだね。まあこれは通報が銃のようなっていうものがあるからね、これは拳銃だった。ところが報道の方は映像をもとに出してるから散弾銃かっていうね、そういうふうにして出したわけです。で、ところが13時4分その11時台からの速報ね、もうたくさんテレビで流れてました。そこでは
三段銃か、ね、ところが三段銃ではなく拳銃と奈良県警が発表しました。これなんで三段銃ではないと言ったかというと、ここなんです。これね、速報、もう速報ですぐに三段銃かってね、速報で出たんです、三段銃と。なので、三段銃ではなく拳銃だよとね、修正したかったんです。それで、これがね、後になぜ後からパチンコ玉のようなものが5日後にね壁から見つかったのか、そのねドタバタ劇、ね、これが、まあ、後々にどうしてこれが、拳銃にしたかったのかっていうね、これがいろいろ出てくるんだね。でも、ちょっと拳銃の手でいけなくなってしまった、ね、本当は拳銃でいけたかった、でも拳銃でいけなくなった、ね、スルーになっちゃうんだね。だから本当はね、この散弾銃で行く予定がなかったんだよ、拳銃にしたかった、ね、でも拳銃で行くのが無理になった、ね、だからこっちで行こうかっていうことで壁にね細工して埋め込んだとかね、まあそういうのが考えられる。これね、で、視聴者さんのね、コメントを抹消する前に拾っておきました、ね、これが事実は散弾銃でもライフルでもなかったということですね。3発目の拳銃音を確認すれば理解できるはずだよ、ね、まずは散弾銃じゃなくて拳銃だと発表した経緯を明らかにすべき。どんどん情報が暗記されて記憶も塗り替えられていく。警察は何から何までおかしい。ストーリーに、これ何これねね何何何でかができて焦ってどんどん筋膜が合わなくなった。そう思われて仕方がない。違うというなら国民が納得できるよう説明してほしいね。これが消された動画に書かれたコメントです、サードではなくてね。で、うん、すごい、これは重要だ。拳銃でパチンコ玉は打ち出せない。形状が違うし材質も違う。拳銃はあまり威力はないが近距離で急所に当たればやることもできる。青山は命が惜しくてだんまりを貫いている、ね、三段銃じゃなくて拳銃ってどういうこと。さては、お前狂気に心当たりあるな。ホケホケさ、三段銃バードショットで撃たれたら一箇所二箇所じゃなくて全身血だるまになってるはずなのに、そうなってなかったから、じゃあ普通の通常弾拳銃かと。で答えが返ってくると予想同意。元気のおじさんお疲れ様です。左胸脇の傷は銃か何かわからないとのこと。銃か鋭利なものでと考えております。元気なおじさん、もうちょっとしたらナス食べれると思うよ。疑うかどうか分かんないけど、どんな人かなって知りたいよね。私も徹底的に元気なおじさん動画見るよってことでね。そう、よく考えるとここはね、銃だよっていうね、射入痕だよって言ってた。ただこっち側は分からないと言っていた。まあ実際にはこうだったんだよね。だからあんなとこで堂々とパーンってやるのかなっていうね。このパーン説、拳銃でパーン説もあるけれども、実はピックみたいなもの、アイスピックみたいなものでこっからクシュッと必殺仕事にデンデケ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 デケデケデケデンデケデケデンデケデケデンデケデケデケデン、デキデン、デン。これだったら警察官がね近寄ってプシュッて
おばちゃんに見られた。へへね。チャリコの父ちゃんが明日だけにパンパンね、それもあるかもしれないし、でも何の傷かわからないものがあったね。後になってからここが射入口になってるんだけど、でも福島教授はね、いろんなことから射入口ね、法医学があるわけだからね、しかも火薬がどうのこうのとかね、入れてくると出口は違うしね、だからここは何の傷かわからない、何のものかわからない、だから拳銃、銃のようなもので撃たれたようには見えない、だからこことここは別のものと判断したんだね。だここのやつはもう鋭いこういったものでキュッね、トクトクトクピュー丸く収まる。そうするとええ、鳥肌が立つぜ。警察官ってすぐに発砲できるようにみんなこの背広をね、スーツをね、締めないでこう開けてるんだって。だすぐにこうやって出せるように。この中に拳銃だけ持ってるとは思うなよ。さあ、鳥肌の準備はできたか？おじいの仮説を言います。まず、いい。こっから入ったものが、弾がないって言ったよね。こっから入ったものが弾がないって言ったよね。わかる？で、こっから入ったのがここで止まってたって言ったよね。一個見つかったって言ったよね。福島教授、ここね、射入痕って二つしっかり言ってるんだよ。こっからは弾が入った、でもここは射入痕とは言ってないんだよ。弾が入ったんじゃない。だとしたら、そう、弾が残ってるわけないんだよ。これが消えた弾丸のトリックだ。レントゲンを取ろうが弾が映ってるわけがない。血の中を見ても弾があるわけがない。救急車の中でもドクターヘリの中でも取ったわけではない。治療中だから見つからなかったわけではない。もちろん司法解剖の時もない。これが毛管銃創のからくりだ。どうだ。鋭利なものでと考えております。そうだね。だからここはね、もう銃創ではない。福島教授はここだけだったんだから、ここは何かわからないって言ってたんだから、近くに寄るね。で、当然スーツだ、中のとこに手出しとかああいうのみたいにここにこうやってやってピーンって戻ることはできるね。だからこうやって用意してね、でここに隠れてね、出してね、ここのとこにしゃばしてクッ
ってとどめを刺して、おねこで覆いかぶさるふりして、でクッでチューンって、あの手品のあれみたいにキューンって戻るから、そう考えると、安倍さんがこっち向きのね、こうなってる時にこっち側の胸のワイシャツが赤い血がね、しぶきのようにパッてこうなってたよね。あれって弾丸、これ弾丸の出口ならまだしわかるけど、入る時って出ないってドクターパパ言ってたよね。出口だったら行くけれども、入る時にあの弾丸だったら出ないって言ったけども、これでキュッてやった時っていうのは弾丸で違うから血出るよね。ピャッて出るよね。あのグッてやって出るよね。その、あの返り血じゃないのか。弾丸と刃物は違うんだよ。それだよ。仮説です。消えた銃弾、謎解けたり、銃だったら人様が見てる中でできるのかよっていうね、そういう疑問が出てきます。そこ無理だろうってね、コメントもらったんだよ、うん、じゃあ分からないようにやるためにはこう隠してね、夫のサイレンサーつけてピシュッってやったのかなとも思ったんだけども、でもそれでやったら福島教授は絶対にあの銃の入った音だ、あの傷だって見抜くはずなんだよ。だってここを見抜いてるんだから。だから銃ではないと思ったんだよ。つながったね。だからここの銃のやつはここであるのは当たり前、ここのやつはないのが当たり前、ここの心臓グッて刺してで、こっちのはあのここをやるときに ここのところをね、動脈をあの何だっけ、この鎖骨下動脈をやって心臓行ったっていう、でこっちは銃でここをやったって、だから両方ダメになったっていう、でそうすると、ドクターパパがね、これね、こうやってパン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 ってやってね、パート10だからね、この角度で、でここを見事に調べるというのは確率から言ってパン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 でね、絶対無理だ、パン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 ね。だおじいはあの初めてスロットに行って一回回してパンってやってね、ビリリンってね、あのブルルンってこう入ることもあるからね、いや確率としてはゼロではないんじゃないのって思ったけども、でもあのバン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 でね、これがここのところにミラクルヒットをしてこう取ってこういくってね、あのどんだけ奇跡なんだよっていうね。だからその奇跡を埋めるためには近くでじゃないの、ドクターパパの謎はこれで解けるんだ。さあ今回はここのところはドクターパパのパート10の動画ね、リンクつけておきます。ドクターパパの10、あのバン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 、だから10だと無理なんだよ。だってバーンピュッバーン、よれよれよれの時に SP が2人隠れてる、何のためにあの2人がそばにいた、そう真っ先に一番最初に近づいてやれるチャンスがある。やっぱり遠くにいた人はできないで、離れていたら狙うのが大変、倒れてるから、でよろけてる時はまだ致命傷がなかった、血も出てないしね、あのちょっとビンってなっただけなんだよ、あーあーって感じで、ね、でとどめはこれだとしたら
辻褄が合うだろう、全てが辻褄が合うだろう。さあ鳥肌立ったかい、はい、おじいの以前の動画の ANN 新教室出るの回で、俺12時3分調査関係者によると、安倍元首相は背後から散弾銃で撃たれたとなっています。その後15時46分の記事で奈良県警は8日安倍晋三元首相に対する銃撃に使われたのは散弾銃ではなく拳銃だと明らかにしたとなっていますってコメントしたけど、もっと早い時間に出回ってたので、ね、あれは県警としてはまずかったんだろうな、それが全く出てこなかったのに。事件前日のように山上が統一教会施設にわざわざ手製、散弾銃で射したんでしょう。あれも一人自分わざとやったと思うとコメントしたと思うね。はい、それがね、その拳銃、要はね、その銃で、これもね、それにしたかったっていうのが、それを使って撃ったらそうじゃないんだよ。これでやるだろう。これでやったんだけども、拳銃で撃ったことにして、で消えた弾丸の5発は奈良県警にあるんだろう。誰かが持ってるんだろう。でそれに安倍さんの血をくっつけて DNA つけて、これが出てきた。ってやれば、あの若い警官がもし白状、自白まで追い詰められれば、あの警官もしくはそこから盗まれたものの何かしらのルートでね、これが使われたんだっていう寸法じゃないの。あれを実際に撃つんじゃなくて、終わった後の細工でこれが出てきたんだ、それで使いたかったんじゃないの。さあだんだん煮詰まってきたね。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まるんです。そして、仮説をね崩してください。これだったらありえる、ありえる、できるんだよ。人が周りに立って背広でしょ、背広に隠すことができる。それぐらいの長さは心臓に到達するものを隠すことができる。マリックとかシェルだったらもうお茶の子さいさいだよ、ね、たまたまおばちゃん、え、何やってんの、すべて辻褄が合いませんか。この動画大丈夫かな。はい、そんなわけでね、鳥肌が立った方はグッドボタンよろしくお願いします。おじいでした。終わります。バイバイ。